time for regrets. I've been flying from town to town. いや広い。これで宮城のまだねほんの一部入り口ですから。はい。頑張るぞ。大会当日暗くて映んないけど、ホッテルさんよろしくお願いします。はい。今日はビクトから出ます。時間1時ぐらい、明るくなるまでは忍耐で頑張ります。のんのんさんと、多分明るくなれば誰か分かると思いますけど、知り合いが多いと思います。頑張ろうぜ。はい、だいぶ明るくなりました。いやちょっと暗いうちに、薄暗い時かウェッジで一回なんか魚に触った感じはありましたけどね、まだ明確なヒットはありません。さあどうなる、サーフ感謝祭宮城。昨日のとこより少し南下しました。頼むよ。今日はのんのんさんと松田さんと吉本さん一緒です。あ、おめでとうございます。おー、ナイス、おめでとうございます。すげー、いましたね。一回自分も波打ち際で当たったんですけど、ちっちゃい、ちっちゃそうだけど、こんなにないけど、そうだね、後ろ下がった瞬間、この辺までボーッと潜ってたまんないですね。いや、ガッとしちゃった。おめでとうございます。夜からずっと投げてて今ですか。うわー、たまんないですね。マサさん気づいてても多分夢中だ、いい時間だから。お疲れもんですね。まさにお疲れもん。50、50、いいヒラメだ。50アップヒラメ出ましたね。まだ自分は一回当たったのに、何かしら違う、何の魚かわからないけどね。くー、目は覚めたけど釣らねば。頑張って。あー、バレた。なんだよ、かかりが浅かったね。やりましたね。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。やったー。いいですね。取れました。よかった、出ましたね。レギュラー出た。ロウさんやった。俺もバラしたから、マジでまだ全然可能性あるぞ。スローで同じルアーだった、色は違うけどね。俺も Z の24、りょうさんも Z の24、ベイフラって言ったかな。俺 UV スパークルキス釣りたいな。このチャンスを取ろう。あれ釣れたんすか。ありがとうございます。釣れたんすか。おー、サイズ良くないですか。やったー、野田さん、おはようございます。素晴らしい、48センチ。おー、ナイスですね。ありがとうございます。さっきそこでピョンピョンって跳ねてやってませんでした。ジム、うん、何グラムですか。黄色の30。あー、じゃあほんと軽いのがいいですね。軽いだけ、あっちのフリップは32じゃん。ですよね。俺さっきバラしたのは30なかったんですけど、あの Z24、はい、で軽いやつの方がいいです、うん、ですよね。おー、いるんだよ。波
マジっすか、簡単に釣っちゃうな簡単に釣っちゃうな、やっぱりのんのんさんなんだよ、すげえな、鹿島勢負けらんないっすよ頑張りましょう、まだ時間あるんで。燃えてきた、ヒラメいっぱいいますね。うん、あ、こう、こうですか、こう投げてみます、うん、色何色でした、関係ない、黄色黒石さんが黄色系だったじゃん、うん、で、ワンチャンベイト、そうそう、こんなんでいいっすよね、斜めに、またそこに通ってるんで、うんうん、で、こっち、離岸の方に向かって引っ張って、腹に向かって引っ張ってくる、波に引っ張られてる感じじゃねえだろ、よいしょ、やっと来た、マオチかな、トゲかマオチかって感じ、マゴチっぽいっすね、小さいマゴチかトゲか、うん、よっしゃ、さっきからちょっとずっと当たりがあったんで、やっと取れた、よし、トゲかいいそうですね、はあ、ですよね、あった釣れた、やっぱりこのサイズですね、サイズアップ頑張ろう、はい、さようなら、ありがとう、よし、狙いどころ分かった、こう出てんだ、こう出てるところのこのコーナーというか出口のあたりを24でふわ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 大作戦、それでね、ちっちゃいあたりとかもあったから、多分ベイトとかヒラメとかそこら辺がついてんだと思う、ふわふわ系だね、おはようございます、おー、吉本さん、おはようございます、おはようございます、やったね、トゲ、トゲでもちょっと魚いますね、よかった、なんかベイトが入ってましたよね、うん、なんか変な、イナッコっすか、なんだかわかんない、やっぱちっちゃい、うんうんうん、あ、味ですかね、5番手、3つ、あ、昨日35だから、いいですね、でもまあ、ほげないことがいいですね、素晴らしい、なんか当たったぞ今、よっしゃ、2枚目ボールできた、これはレギュラーあるんじゃないか、いや、トゲか、レギュラーあるぐらいの日なんだけどな、いや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 、頼むよ頼むよ、いや、釣りじゃなければ多分40くらいはあると思う、微妙なとこですね、ダブルヒット、どうですか、いいですよいいですよ、ちょっと芯が欲しかったので、さすがっすね兄貴、ダブルですね、入ってきましたね、おはようございます、
いいかな。よし、釣れた。2枚目だ。36ぐらいか。37センチ。はい、ありがとう。スイカだ。完璧この24パターンだな。ふわふわ作戦で取れてます。あーくそー、いいサイズっぽかったな今の。いいっつうかレギュラーだね。かベイト、これぐらいのキス。これ打ち上がったんですか。うん、今あそこゴミ用意してから打ち上がった。マッツザベイト、もうだから24の24、うんうんうん、力あるんで、ね、今も当たって5秒ぐらいファイトして外れちゃったんですけど、今のはレギュラーありましたね。ドラグ出ててビーってプルって取れちゃって、はい、かかりどころ悪かったのかも。どうしてもね、ふわって浮かり、そうなんですよね。まさに今のベイトでキスで、あ、こんなぴったりっす。ああ、だからこんなにバイト多いんすね。うん、まだ時間あるだろう。みんなもう8時半、もう終わっちゃったんすか、みんな。9時から帰宅だから。あ、それに合わせて、釣ってる人は買い持って帰るんでしょうね。いや、俺9時半まで。頑張ります。GoPro ビデオスタート。なんだこれ。あ、ソメか。コーチプレイしてたら食ってきた。あ、ソメだ。はい、出た。こいつもレギュラーねえかな。3枚目です。はい、ありがとうございました。お願いします。はい、終わります。私のサーフ感謝祭 in 宮城はこれにて終了。ここのエリアからだとね、30分ぐらいはかかると思うんで、限界時間に近いです。いや、大活躍でした。 UV スパークルキス、帰ってみんなの話を聞いてみよう。なんか81、25グラムの、5時半ルアーは、クリッパーの32ルアーの、はい、おお、なんかどんな感じですか。割と近かった。もう5メーター、あー、なるほど。うん、うん、あのかかった時すぐしますって分かりました。もう全然すぐ分かりました。その場所まで分かりました。なるほど、サイズ見た時どう思いました。シーバスより消えちゃうのかと。思ったより大きかったなと思って。あ、なるほど、はい、すいませんでした。1名さんです。すげえ、ベブさん目指す。ベブさん、ナイス。ハイタッチ。めっちゃいいと思う。1万円分以上なんですか。
はい、お疲れ様でした。サーフ感謝祭 in 宮城無事終了です。いやー楽しかった。また来ます。あ、めちゃくちゃ面白かったですね。参加者の皆さんお疲れ様でした。ウィンはできませんでしたが、チーム飯島頑張りました。なんとベベさんが入賞。ベベさんおめでとう。さあ茨城さ帰ります。名残惜しいんですけど、宮城もちょっと帰りますんで。感謝祭 in 宮城でした。 See you next movie. バイバイ。今閉じ込めてた答えを紡いでいく。よっしゃ、2枚目。